回は無事に爆破されることもなく馬車で現地にたどり着けましたね。一安心でございます。まあホイホイ爆破されても困りますけれど。なかなかコッコルちゃんたちもアグレッシブな人生を歩んじゃってますね。ねえ、彼の言う通りやっぱり平和が一番ですよ。何か困ったことがあったらいつでも相談してくださいね。あなたたちは私の話を笑わずに聞いてくれました。信じてくれました。それだけですっごい嬉しかったので。お友達っていいものですね。背後から抱き寄せないでくださいまし、ペコリーヌ様。重たいお肉の塊が頭部に乗っかってなかなか屈辱的でございます。あれ、私太ってますかね。王家の装備がやたらカロリーを消費するのでダイエットの必要はないかと思って油断してました。しかしまあエリザベスパーク見た感じすっかり元通りになっちゃってますね。まるで魔物の襲撃なんてなかったみたいに。いえ、あちこち茂みや樹木などが焼け焦げたり倒壊したりしていますし、魔物が大暴れした事実なんてなかった。というより不自然なほど急速に復旧したのでは。まだ全て元通りとはいかないようですけれど、思ったよりも平和が戻ってきているようでかなり安堵いたしました。みんな表情が明るいですしね。たくましいですね、牧場の人たちは。ちょっと横からごめん。私はこれから何度か町と牧場を往復して物資を運搬しなくちゃいけないんだ。だから一旦失礼させてもらうよ。馬車の中でもある程度はお話ができたけど、改めて後ほど時間をとっていろいろ情報を交換したいな。レストランでも予約しておくよ。おお、それは楽しみです。王宮勤めの人にしか入れない高級レストランがあるって聞いたんですけど。ああ、あそこは王宮勤めっていうか貴族にしか入れないんだ。私も庶民の出だからさすがに予約は難しいかな。まあでも手は尽くしてみるよ。楽しみです。ありがとうございます。ここまで馬車で送ってくれて助かっちゃいました。ナイトメアにもいい人はいるんですね。うん、そう思ってもらうために私やジュンさんは努力してる。伊達にも仮にも私たちは正義の味方だしね。牧場の復興支援にも最大限に尽力するよ。自分も右に同じっす。いろいろお手伝いするっすよ、トモ姉ちゃん。ありがとう。正味な話、あまり君のような子供には働かせたくないのだけど、こちらも人手が足りないから仕方ないね。クリスティーナが投獄されてしまったためにその身内の一派がまとめて一緒に離反して、ナイトメアの戦力はほぼ半減してるから。え、クリスティーナってあの派手でイケイケな感じの人？私も巻き込まれた大爆発の現場に一緒にいたんですけど、無事に生き延びてたんですね。まあ殺しても死なないような人だとは思ってましたけど。でも逮捕ってどういうことです？あの人何をやらかしたんですか？ああ、申し訳ないけど部外者には言えないんだ。ごめんね、うちは機密事項や独特な仕切りが多いギルドだから。気になるなら情報屋でも雇って自分で調べてね。クリスティーナおばさん、逮捕されたってことはやっぱり悪い人だったんすね。前から怪しいと思ってたっす。そういうのは目を見ればわかるっすよ。決めつけるのは良くないよ、まつりちゃん。あれが善人だとは私も全然思わないけど、彼女が逮捕される際に大暴れしたせいで
さらに戦力がごっそり削られたし、私のような半人前やまつりちゃんのような見習いまで動員される事態になってる。他のギルドの援助をしている場合でもないんだけどね。実際今応急に何かあったら対処できないかも。まあジュンさんがいる限りは難攻不落だけどね。うむ、応急に忍び込んだり、あの偽物を始末するには今が絶好のチャンスってことですね。これは口を滑らせてしまったかな。言っておくけど、そもそも私たちは王宮の守護を役目とするギルドだ。王宮に手を出すなら再び刃を交えることになる。その時は容赦しないよ。今日見せた技が三熊流の全てだとは思わないことだね。はいはい、あまり無茶なことはしませんよ。良いことは戦いたくないですし、腐っても王宮、警備は厳重でしょう。手を出す際には相応の準備をしますから。それよりも急がなくてもいいんですか？馬車の御車さんが待ちくたびれて貧乏ゆすりしてますよ。おっと、忠告ありがとう。どうも私は年上の人との会話を楽しみすぎる嫌いがあるね。行こう、まつりちゃん、まだまだ大忙しだよ。おっ、みんなが困ってる時こそヒーローの出番っす。行っちゃった。不思議な子たちでしたね。あまり王宮勤めのナイトメアっぽくないというか、ま、庶民の出って言ってましたもんね。これからどうします？まずはサレンさんって人に私たちが無事だってことを伝えるべきですよね。ああ、牧場の皆さんも心配してるでしょうね。私たち普通に行方不明になったと思われてるでしょうし、早く元気な顔を見せて安心させてあげないと。牧場が魔物に襲われたりして意気消沈してそうですし、ちょっとでも嬉しいニュースを届けてあげたいですよね。うーむ、とりあえずサレン様を探しているのですが見当たりませんね。どこにいるのでしょう。牧場も広いですし、人々が雑然と行き交っていて、なかなか探すのは大変そうでございますよ。誰か知り合いでもいれば居場所を聞けると思いますけど。ごめん、どいてね。通ります。おお、あの白いモコモコの人は、おーい、確かエリザベスパークの。お、あなたは、そっちはペコリーヌちゃんだっけ。よかった、あなたたちも無事だったのね。行方不明だって言うから心配してたのよ。こちらのセリフですよ。元気そうでほっとしました。